服を着るミネルバ油彩、カンバス、ローマ、ボルゲーゼ美術館ラビニア・フォンターナは、イタリアの画家、画家プロスペロ・フォンターナの娘として、ボローニャに生まれた。父プロスペローはボローニャ派のリーダー的画家で、ラビニアの師匠でもあった。ラビニアの最も初期の作品として知られているのは、猿の子供で、1575年、ラビニア23歳の時に描かれたものである。この絵は、 現在失われているが、1576年に描かれた、キリストとジュナンのシンボルは現在テキサス州のエルパソ、美術館にある。ラビニアは様々なジャンルで絵を描き続けた。活動を始めた初期は、ボローニャの上流階級の肖像画家として有名だったが、男性、女性の裸体画や大きな宗教画も描いていた。1577年、ラビニアは25歳で、 ジャンパオロ・ザッピと結婚した。11人の子宝に恵まれたが、ラビニアより長生きできたのは3人しかいなかった。ラビニアは家計を支えるため絵を描き続けた。その間、夫、ザッピが家族の世話をし、さらにはカーテンのようなあまり重要でないものを描くなど、ラビニアの絵の助手をした。1603年、ラビニアと家族はローマ教皇クレメンス8世の招きで、ローマに移り住んだ。 そこでラビニアは、ローマ教皇フレゴリウス13世の出身家系である、ブオンコンパーニケオパトロニエタ。ラビニアは、ボローニャ同様、ローマでも成功した。ラビニアの絵のモデルになった人々の中には、ローマ教皇パウルス5世もいた。ラビニアは1614年8月11日、ローマで亡くなった。ラビニアの描いた肖像画のいくつかが高値で売買されることがあったが、それは、 クイドレーニのものと間違われたからだった。ビーナス、眠れる幼子イエスからベールを取る聖母、ソロモンを訪問したシバの女王などである。ラビニアの自画像は彼女の最高傑作と言われている。現在この絵はラビニアの夫の出身家系であるイーモラの雑費伯爵家が所有している。ラビニアの若い頃の作風は父親とよく似ていた。しかし徐々にベネツィア風の強烈な色彩を持った。 カラッチ家のような作風を取り込んでいった。昔の文献には、ラビニアの作品は100点を超えると書かれていたが、現在、署名と日付が確認できるのはわずか23点しかない。そのうち確実に、ラビニアのものとわかっているのは25点くらいである。しかし、それでも1700年以前の女流画家の中では最も多い数である。やはり女流作家のソフォニス・バアン・グイス・ソラは、 ラビニアの強い影響を受けた、アントニエッタ・ゴンザレスの肖像をブロワ城美術館、ウィキペディアのイタリア語版は、ジャイアブン・パオロ・ザッピ、英語版は、パオロ・ザッピになっているが、ザッピ家のホームページにはこの名前で書かれている。ありがとうございます。